さんこんにちは、海王マリナです。今日はですね、河野大臣がですね、またまた、改革へということで、脱ハンコの次はですね、証明写真のサイズを、統一するというね、発表していました。で、まあ、なんでこれ取り上げるのかというと、司法書士試験の証明写真って、司法書士試験以外にですね、使いようがないぐらいですね、まあ変なサイズなんですよね。でこれが、まあ、投稿されるのはいい話だなと思ったので今日は取り上げます。実は証明写真というのは、免許証であったりとか試験、パスポートなど、いろいろさまざまな場面で必要な場面があって、その、まあ、企画の、種類というのはですね、なんと14種類あるというふうに言われています。で、まあ、皆さんも当然経験あると思うんですけど、証明写真を撮ってですね、その他の、まあ、1枚使って他の写真はもう使わないみたいなこともあったりとか、まあ、そもそもですね、このサイズの写真が欲しいのに他のサイズの、ね、写真までおまけでついてくるっていう、何なんだこれはというような、ね、経験があると思うんですけれども、本当にですね、その通りで、まあ、私もですね、証明写真が必要となった時はもう3年前、4年前の写真とか平気で使ったりとかも しています。っていうのは、まあ、当然撮り直すのも大変ですし、撮り直したとしても全部使うということが、ね、ないからなんですよね。で、まあ、そんな、まあ、なんていうんですかね、まあ、微妙に不便だけど、まあ、わざわざ声を上げるほどでもないみたいな不便さが解消されるということで、まあ、こういうところにも目をつけていて、さすが河野大臣だなというふうに、ね、思いました。ちなみに司法書士試験と土地確調査士試験の場合は、5×5 の、サイズの写真です。これは当然、なんかスピード写真とかでもなくて、写真屋に行って 5×5 でっていう感じでね、お願いをして撮るというようなね、まあ、サイズで、他に使い道がないということで大変不便でした。で、税理士、司法試験、弁理士、宅建士は 4.5×3.5 であったんですけれども、まあ、これもですね、これっきりになるケースが多いので、まあ、これを今後ね、統一するというのは非常にいいことだと思います。統一されればですね、他のなんか機械でもね、使い回しができたりすると思うので、まあ、こういう些細な、ね、ことから、どんどんね変えていくというのはいいことだと思います。ちなみに、最近ですね、証明写真を撮りました。こんな感じでこれね、宅建士の宅建の免許証を更新する時の時効表で貼った写真なんですけど、こんな感じなんですよね。なんか大きい写真と小さい写真があって、しかも使った方は小さい写真っていうこういうね、感じで基本的には使わなくなるんで、この証明写真はね、どうすればいいか欲しい方がいたら差し上げます。そんな感じで、皆さんもね、なんかこうみんなが気づかないところで社会が良くなっていくというのが、ね、こういう政治家の、ね、なんか仕事をしてるなというような、ね、感じがします。そんな感じで今日は、ね、証明写真のサイズが統一されるというお話をさせていただきました。はい、ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。